こんにちは和田でございますあの、まあね、昨日、えー、収録の後にちょっと秋葉寄ったんですよ。で秋葉寄った理由というのは、ちょっと物を買いたかったんですよね。で、まず Mac mini、MacMini の最新の MacMini というのが私、ちょっとすごい興味があって、あのパワーも欲しいしと思いながら、今、これ、iMac27 インチ 5K、5K のやつですけれどあのこれ、すごいいいんですけど、デュアルモニターで使ってます。でもう一つはね、私が欲しかったのが、えー、今、トラックパッドを使ってるんですよ。 でトラックパッドってすごく便利で、えー、多分また違うところで流しますけれど、あのこれ、電池が消耗激しいから、新しいの買ったんですよ、これ、ちょっと高いけどね、やっぱり作業効率がすごく良くなるし、で一番いいっていうことは、やはりあのライトニングポーツで使えるということで、充電できるということで、電池代がすごく上があの安くなるんですよ、でこれ <laughs> で、で電池相当食うのでね、でちょっと困っちゃったなと思って。で まあ、キーボードもそうなんですけど、ね、私今この Apple 純正使ってるんですけど、これお世辞でもいいといういいわけじゃないんですけど、あの、フィールがすごく悪いなと思いながら。まあ、そんなことで、えー、と昨日 Apple じゃなく、あの、ソフトマッピーでちょっと聞いてみたのが、Apple の Mac mini がメモリ追加できないよーなんて言われちゃって、ああ仕方ないなあという。まあ、それ以前にね、あの、iPhone とかスマホを、えロードの キャスタロードキャスタープロにとか他のミキサーにつなげるには TRS3、まあ、極から TRRS 逆ね TRRS から TRS4 極から3極に変換するという、えー、ケーブルが必要なんですよでこれね4極から3極に変換するアダプター、ね、これこういうふうに入れれば、えー、でケーブルでつないじゃうわけですよ普通のケーブルでそうするとこれ使えるわけですね で、これが一つというのと、まあ、こういうケーブルが、これが200円か170円かどっちかだったんですよ。で、こっちが TRS、あの、三極から TRRS、ティップリングリンクスシグナルかな。で、これの二つ。こっちがどっちかが170円で、どっちが150円だった、えっと、200円だったんですけど、で、3から4に行くのと、4から3に行くやつ。それを買ったんですよ。で、 さらにね、このアダプターもあったんですね。これ3から、3曲から4曲に行くやつ。これが75円だったんですよ。これ2本、赤と白買ってみたんですね。まあどんな形になるかななんて。で、まあ片方はね、ちょっと違うところだったんですけど、いつも私利用してる戦国伝承さん。ね、これで売ってました。ね、これ、 ここしかないねよ、ケーブル。こういうところ売ってんのはーって、えー。あとね、こんなものも衝動がしちゃってね、えー、スマホに直接、あのー、メモリを入れるという。つまりね、これ、これ、アキパ、おで買ったやつですけど、これ1000円でした。あと、まあ、メモリも買ったんですけど、えー、128GB。これ、いいことっていうのは、えー、これ US B、USB-C。USB-C からライトニング。 u s b c、えー、とライトニングから USB のミニマイクロに入るというこんなねやつなんですよで OS に大丈夫かなと Mac この今これ使ってるやつねこの子が iPhone5 なんですよでもこれ認識するかなと思ったら意外とね認識してくれてねこうやってポツってさしてあとはこっちから SD カードを入れるんですよで SD カードからフォトを入れるとフォトから、えー ここ SD カードにこの中に入れられらるわけですねで逆がまだできてないんですけれどねまあできてないというか iPhone からこっちに保存するということができればいいかなと思いながらで昨日アップロードしようと思ってたものが一度私ここで撮影したものが一度私ドロップボックス入れてドロップボックスからまた取り出してダウンロードしてで YouTube にアップロードしたんですよ。 YouTube 直接ドロップボックスが入れればいいんですけどそうでもないんだよななんてでなんで今もねアホだなアホなことやったななんてこの,キキの回線の行き来でななんて思いながらエアプレイがあったじゃねえかエアドロップがあったじゃねえかと iPhone だったらって iPhone から直接 m a c ニえ n と m a c b o o k Air に落とせばよかったじゃないと今ふっと気がついてね何をそんなボケたことやったんだろうなんていうのが今朝の えー、お話でございます。私、これから学会の Zoom、えー、ミーティングで、Zoom の指南するということで <laughs> あのは、会議に入ります。では、今日も皆さん、いい天気でいや、いい日でお過ごしくださいませ。では、また。